女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第160回三田村千春です宇宙真央ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうはいはいということで、うん、今回で160回です、はい、あ、あ本当だ <laughs> 本当だ ひっそりとそうですね160回を迎えまして回を重ねておりますね着実にねえありがとうございますありがとうございます最近は結構忙しいと思いますなんかねそうなんですよそうですねなんかもうだからぼっとしてますいつもその映画見る時もなんかいろいろ心ここにあらここにあらずで劇場に入り でも何とか映画始まればね集中して見ることができますけれどもエンドロール2時間終わってエンドロールが流れ始めたぐらいからちょっとそわそわするあれ現実が返しがみたなかったかなとか帰ったらあれやんなきゃいけないんだよなとかんか映画館に出てめっちゃ電話とか来てたらどうしようみたいなわかるるかかありますよねそうういのなん最速のメールとかそうそうそう。 うん、来てたらどううしよ今その作品の入稿の時期でクラファンのねリターンとかもいろいろ制作しなきゃで、うん、そういうのの制作に追われておりなんかその入稿のデータがなんか足りません間違ってますみたいなのがあるんじゃないかと思って、うん、なんかこうまあでも、ね、映画見てる時間ぐらいはね、うん 現実逃避をしてもらえたらいいなっていう思いもありますよ、ねうんすね、はいあのここ最近見てる映画は本当に楽しく見てますなんかたまになんかこう失敗したなっていう時もあるじゃないですか、うん、あ全然集中できなくて、はい。あこれは全然入り込めない系だなみたいな時って結構、ねうんねね、しんどかったりしますけど、うん、そうですねはい。 まあ先週「セーブ・セーブ・イージョン・ナシ」は結構しんどい重い感じの回にはなりましたが、ねうん、まあ今回はまた別のちょっとね、うん、意味で切ない感じのそうですね映画でありましたがとってもでも素敵なてきな曲でしたね。うんたうん、まあその話を今日はしていくんですが、はい、まあその前にですよ、うん、ちょっとお知らせです大臣。はい はい。今日ね、160回とはいえ、通常回でお送りしますけれども、前はね、10回ごとに生配信やってたじゃないですか。そうで、すよねその頃思うとね、全然生配信やってないなっていうことで、うん、最近ねそうですねそ,そろそろ生配信やって、YouTube のチャンネル登録者数を増やしたい。確かに、はい、いちょっと停滞してますからね、今ねそうなんですよ。うん ということで、えー、久々に生配信をやることが決まりました。うん、イエーイ。やっちゃうぜ。出てて出てです。<laughs> 口で言った。<laughs> <laughs> なんか、ね、じゃあ違うよ。<や>なんかそういうさ、はい、ファンファーレみたいなやつをこうあで編集でいっぱい入れたりとかして頑張ってた時もあるんですけど、なんか急に入れるとすごいびっくりするかなと思って。<laughs> うん、それもありますよね。なんか。 急に起きようとするとびっくりしたみたいな、うん、はいはいはいだからそういうことななるのが嫌だなと思ってあの、うん、最近はちょっと遠慮してるんですけど口で言ってみます <laughs> はいわ、はい、かりやすくてよかったです <laughs> はいありがとうございます <laughs> そうあの生配信ね、はい、でちょうどまあ夏真っ盛りの時にやりますうん日にちは8月12日土曜日だったの？土曜,土曜日ですはいはい ちょっとまあまあ時間まだ決めてないんですけど、うん、えと昼間ですね。はい、土曜のような昼間。ねはいまあ、これは何ですかねお盆休みの始まりというか、ね、そういう感じなんですかね。んよねなんかそんな分気がする<だ>あ。でもその前の日もあれだ山の日で祝日だ。そうでしたっけは、うん、はい、はいまあなのでお盆休みに入ってるという人も多いでしょうという感じもしますが、うん、えお盆休みの、ね、お昼。 棒を、うんえー、ぼ,うぼうっと見ていただければ嬉しいなと思います。すねはい、夏の生配信みたいな感じですかね。うんはい、でどんなことをやるかと言いますと、えー、テーマは夏と映画。夏の映画というとちょっと限定されちゃうかなという感じもあるので夏と映画ということで、うんまあ、なだから夏映画の夏映画のことでもいいし。うん 夏にまつわる映画の話、うんうん。映画にまつわる夏の話。映画にまつわる夏の話。<laughs> はい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 。わ <laughs> かんない。まあいろんなね <laughs> ことがあると思います。はい、あの私もマオちゃんもそうです、はい、ので、まあそういう話もしつつ、うん、メインはやっぱりメール、うん、皆さんのちょっと声をいっぱい聞きたいなということで。うんうん ぜひぜひメールを送っていただきたいと思います。はい「夏と映画と私」みたいな感じでね、うん、送ってほしいんですが例えば、はい、例えば、まあ、昔夏休みにおばあちゃんちで家族で映画見たなとかこんな映画だったなとか、うん、あ,あとは夏になると見返したくなる映画があるんですよ<ー>みたいな。 超雪が降ってる映画でもいいんですよアナと雪の女王でもいいんですよはいはいはいでもなんで夏になると見返したくなるのかなみたいな思い出も添えたりしてね、うん、うんうんうんはいあとはこの夏公開を楽しみにしてる映画とかねうん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 話題作いっぱいありますからねそうそ、ん、う毎年夏,夏っていうのはねうんうんあとはこの夏女二人におすすめしたい映画、うん、これどうですかとかはい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  例えばそんな感じの「うん、まあ夏と映画と私」みたいな感じで、うんえー、メール送ってほしいと思います。でも夏映画っていうだけでもかかなりいいいろろ思浮かぶよね、うん、そうですね菊次郎の夏みたいなね見てないですけどね。 ですすははははいはいはい、はいそそうですそうででもやっぱなんかこう代名詞みたいになってる映画はいっぱいありますからね夏の「サマーウォーズ」とかねはいはいはい、うん、あとまあホラーもね、うん、夏,夏ですよね夏じゃないですかやっぱりうん、うん、怖いものって確かにねなのでそういうホラーっていうのもあるあるしね、えー、なんかアウトドア映画とかね んかこう大自然を旅する系だとかんかそういうのもに見たくなるなマドランドるなドちょっと暑い感じではなかったまあでもアウトドアんかそういう外を舞台にした話とかんかそういうのは見たくなるなとかねミッドサマーミッドサマーも確かにそうだ確かに確かにまあたくさんありますのでそんな思い出だったり思い出すことを うん、何か送ってくださいメールアドレスは2人の話「ふたりのばなし」「@gmail.com」ですはい、えー、夏と映画というタイトルねつけて送ってください、うん、楽しみですね、はい、そうですね久しぶりの、うん、生配信でそうですね、うん、やりたいと思います、はい、また時間とかは来週お話ししましょうかそうですね,ね決めておきましょうそうしましょう、うん 映画毎週一つの作品を取り上げて語っていきます今週の作品はルーカス・ドーン監督クロース 木曜日トランスジェンダーの主人公がバレリーナを目指す姿を描いた「ガールで」でカンヌ国際映画祭のカメラドール過去新人監督賞を受賞したルーカス・ドン監督が13歳の二人の少年に起こる関係の変化を描いた長編第2作。 13歳のレオとレミは学校でも放課後でも一緒に時間を過ごす大親友だった。しかしある時2人の親密すぎる間柄をク,クラスメイトにからかわれたことでレオはレミへの接し方に戸惑いそっけない態度をとってしまう。そのせいで気まずい雰囲気になる中2人は些細なことで大喧嘩をしてしまいてんてんてん第75回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されグランプリを受賞。 クレーーール・デュニのスターズアトヌーンと同時賞第80回ゴールデングローブ賞で外国語映画賞第95回アカデミー賞でも国際長編映画賞にノミネートされた2022年制作ベルギーフランスオランダ合作はいはいガールは見たガール見ましたあ見た私見てないんだよな多分、うん、割と最近ですね2018年とか5回最近じゃないか全然2 0 0 5年前 くらい。でもそこから長編第2作目って結構がんがんって作りましたね。でもそんなもんか。若いですね。若い若いね。91年生まれって書いたって。ね。我々よりも。ね。今今30歳。そうですね。ぐらいか。ですよね。え？32？え？32かね。32か。はい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 。 うん、なんかあ若い人が作った視点だなって思う時あった。あー、うん。なんかね。学校の描き方とかなんか<お>もうちょっと上の世代の人の学校の描き方だともうちょっと違うんじゃないかなって思ったり。とかんはこのな映画でちょっと思ったかな。関係性とかってことですか？そう、あの子供たちの雰囲気って感じかな。うんが。 ちょっと今時っぽい感じがしたんだよな。この映画でうん,うん。でもガールもすごいね。ガールもね。めっちゃいい映画でね。<ー>なんか<ー>な,なんか本当にそのヒリヒリする。感じがうん、うん、この映画と同じような感じがありましたね。うん。うん、では感想メールですね。行きましょうか。はい。えー、シネマヒーロー名曲さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。 はい、ええー、シネマヒロの名曲さんはいつもね、あの私が買えなかったパンフレットをね、ライブで差し入れてくれるんですよね <laughs> あー。ああそうなんですねそ。そうなんです。ありがとうございます。ます助かってます。今回のは買えたんでありがとうございます。うん、いつもはい。ええ三田村さん、まッ、あ、さんこんばんは、うんえー。起きてしまった結果に対して軽い表現になってしまいますがあっさりした映画だなと思いました。どうしても怪物と比べてしまうからかもしれませんが。 授業中に肩にもたれかかったとしても女の子同士なら変わらかわれることもなさそうかなと思うとやはり性別によるらしさというのは大げさな言い方をすると今の時代でも万国共通なのかもしれませんね。うんはい、ということでいただきましたそのどの辺であっさりしたと感じたかは分かんないんですけど、うん、なんか私は怪物と比べるともう圧倒的にこっちの方が痛みを感じたんですよ。 でも何て言うかその痛みに対しての表現がすごく繊細ではあると思うこの映画はそ、ね、その大げさではないっていうかその、うん、怪物みたいな、うんまあ、比べちゃうとあれだけど、うん、なんかこう嵐がブワーみたいなうん、うん、雨がドワーみたいなうん、うん、そういう,こう目に見える激しさとか緊急性みたいなことじゃなくて。 <で>うん、すごく内面的な個に個個人の個にこうすごくフォーカスした描き,描き方なのかなと思いました、うんうん、だからまあ外から見るとあっさりしたっていうふうにもしかしたら見えるのかな、ねな,んうん、なんでこの人ここで泣かないんだろうとかなんでこの人ここで感情を出さないんだろうとか、まあ、そういうことは思うかもしれない、うんあね、あの叫んだり。そそ、うん、そうそうそう 殴ったり、うん、あんまりそういうところはないですね。う,すう,んうん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。女二人の推しポイント、この映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです。今日はまおちゃんからです。はい、うんと、どうしようかな。すごい、私もさっき見てきたもので、うん、なんかね、いろんなテーマを含んでるっていうか、いろんなテーマっていうかな。なんていうのかな。だから、いろんな。 感情を含んでる話だからなんかあんまり大枠はまとまってないんですけどまあなんか,いいか細かいところ、うん、そうですね、うん、ちょっとずつ語っていければなと思うんでまあまずははい行ってみたいと思います宇宙魔王的推しポイントその一、自分自身の複雑な思春期を思い出すと思いますうん。うん やっぱ子供の時に忘れてしまったことも含めて自分自身が覚えてな,、はい、ないものも含めてだと思うんですけど多分、うんうん、いっぱいたくさんの友達を傷つけた記憶があるし、うん、逆にすごい傷つけられた記憶もあるし、うん、なんかそういうのでもう今はそのうちのほとんどの人と会ってないっていうなんて言うんだろう今。 その頃の友達と今でも仲良くしてるっていう人っていたとしてもそういう友達ってその100人もいるわけじゃないじゃないですか、うん、数人だと思うんですけど何、うん、かそ,そ,れその外にある関係性でそれ、ま、これまで自分がこう接してきた人たちの中でこういう形でこう自分が思ってなかったような形で。 突然別れることにななっっっててしまった人ってなんかこう思い出すとやっぱいるなーっていうのはあって、うん、まあそんなに多くはないけど、うん、何人かに対して、うん、だからそのすごく親密だった子もいれば、うん、そうではないけど自分自身のすごいその何というか自分自身を守るために相手を傷つけたなみたいな記憶もすごいあるし、うんうん、っていうなんかそのちょうど 中学生ぐらい私もやっぱりそういう記憶が一番多いのがうん中、うん、小学校高学年から中学校2年生ぐらいまでかなっていうそう,、ね、そうですねそれより上になってくるとやっぱりもうちょっと自覚的になってくるんでいろんな自分の持ってる刃の鋭さについてだからそれを相手とのと。 距離の近さも分かってくるしこれはしていい相手とかこれはしちゃいけない人とか、うん、これは最低限ダメとかなんかそういうのもだんだんそれぐらいから分かってくるんだけどやっぱ中学2年生ぐらいまではやっぱ自分自我も膨張してくるし、うん、なんかこう相手も膨張してくるしなんかそれがどうしてもやっぱぶつかり合っちゃう時があって、うん、人格そのものっていうよりかはなんかそういう,いうトゲが。 お互いを差し合ってるみたいな瞬間はすごいあったなっていうのをそうねうん今思うと思い出すなってだからその時の記憶もねすごい呼び起こされて、まあ、この映画の中で起きてる出来事はすごく悲しい出来事なんだけど、うん、そこまでいかなくとももう取り返しのつかないことをしてしまったっていう感覚っていうか、うん、っていうのは何かあるんじゃないかなみんなっていうのはちょっと思ったりしましたね。 はい、うんじゃあちょっと、まあ、ほぼ一緒なんではい来 <laughs> <laughs> ますねはい「<laughs> ビタフラチュアル的推しポイントその1、えー」映画を見終わってから数日今経ってるんですがもしかしたらあれは自分の記憶だったのかもしれないと思い始めているほう 何何どういうことまおちゃんは今日さっき見てきたわけでしょそうですねほやほやの状態でまあ自分の記憶とこう照らし合わせてみたいなところがあると思うんですけど私は何日か前に見たんですよでちょっと時間が経ってくると見え方が少し変わってきたりとか記憶の記憶がちょっと変わってきたりとかする中でこの映画のことを 思い出したり考えたりすると、うん、ふとあれこれは自分の記憶なのかこの映画の、うん、で見た映像なのか、うん、どっちかわかんないぐらいこう<ー>溶け合っていくような錯覚に陥ったんですよね。うん、だからまおちゃんんが言ったたようにに必ずみんなに心当たりのある、うん 自分も子供の頃何気ない一言でめちゃくちゃ深く相手を傷つけちゃったなとか、うん、それは友達相手にもそうだしなんか親に対してとか、うん、兄弟に対してとかもそうかもしれないしっていう記憶はあるしでそういうのって大体後味が悪い。<laughs> ままで、うん、そのなんかちゃんと謝れたとか、うん、ちゃんと自分のその罪の大きさを理解できたっていう記憶じゃないことが多いと思うんですよねだからだいたい、あもうあの子との関係はもう二度と戻らないから謝るタイミングもないし、うん、今更謝ったところで向こうは覚えてないかもしれないしだとか、うん まあなんかとにかくそういう苦い思い出としてこう自分の記憶の中にあるもの、うん、だからこう思い出すとちょっとチクッとするような記憶と、うん、この映画ので起きた出来事とか何気ない一言とか視線の一つとか、うん、がそういうのがこう自分と重なるというか重なるとか混ざっていって、うん、自分の苦い記憶。 を呼び起こすし、うん、自分がレオにもレミにもなるし、うん、っていう本当に映画だなと思いました。うん、だからみんなに多分そういうことって絶対記憶の中にあるから、うん、なんかその混ざり合う体験をぜひ大人になった今してほしいなっ思いました。うねうん、記憶とすごい結びついちゃうっていうかね。 見た,見た瞬間に、うん、うわこれあの時のあれだなみたいなの思い出したりね、うん。ありありと分かるんですよねなんかうん、うん、あの教室の感じとかうん、うん、そのカメラに映ってないところまでも思い出せるっていうか別に自分はそこにいたわけじゃないのにでもめっちゃリアルに思い出せる感じ。うんうん ありましたね。うん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 。そうですね。次行っちゃおうかな。はい。まだなんかで、ね、だからそういうなんかねディティールはすごいだからまあそういうなんでそういうことを思うかっていうとだからそうそのなんていうか視線のねなんかその配り方。 レオの視線の配り方とか何を見てるかとかレミの姿をどう捉えてるかとかっていうのがやっぱすごく印象的でそれがなんか例えばそのアイスホッケーの,あのコートの向こう側にいるレミとかあとはその仲良くなくなってしまった後のレミが何してるかっていうのを見てる時とか。そういうい なんかほんとちょっとしたことでだから全部がたわいもないし何気なくてどれもが決定的でではななないいみたいなことばっかりなんですよね,、うんうん、ね決定的に2人の関係が決裂するような何かが起きたわけじゃないんだけど、うん、徐々に徐々にやっぱいろんなことがまあほとんどがそのレオの方からのやまりとした拒絶みたいなものが起きていってしまって。うんうん、でレオは そういうつもりじゃないよっていうのをレミの前では出すんだけど明らかにやっぱりそういう感情が混ざっててっていう、うん、なんかそのそれがすごく伝わる絵作りなんですよね何かね2ね、うん、二人のこう視線の混ざり合いっていうか、うんうん、一個一個その自転車で走るところとか、うんうん、そういう2人の関係がちょっとずつ変わるっていう感じがすごいいろんなところで描かれてて。 そういうところでなんかこう自分のこれっていうものじゃないけどいろんなこと思い出すっていうかうん、うん、っていう感じは確かに何、うん、か決定的な大きな出来事があって決裂したんだったらこんなに自分を重ねられないよね。うん、うん、本当に何気ないちょっとしたことの積み重ねだからこそうん、うん、みんなに心当たりがあるんだ。 ね、だからあのぐらいからそうやってなんかこう自分の気持ちとは違うことをしてるんしちゃうっていうか自分を守るためにそ、うん、そう、うん、なんかそしてでもなんかいや何かみたいな感じの態度を取るっていうか <laughs>、うん、でも自分では一番分かってるんですよねだからそういうなんか自分の中の誰かを傷つけるって分かってるのにそういう態度を取るっていうのが出始めるのってそんぐらいだなって 思い出して、私別自分もそのレオはさ、自分も傷ついてるんですもんね。そうね。自分拒絶したくないから本当は。だって気持ちもあるよね。なんならだからレオの方がレミのことを必要としてたっていうかっていう感じの最初の描かれ方、まあ必要としてたっていうかなんていうかやっぱ愛情が強いっていうかこう気にかけてあげてるレオの方がレミのことでまあレミは。 もうレオに頼り切っててみたいな,なんかこう、うん、お兄ちゃんと弟じゃないけど、うん、なんかその愛情のかけ方みたいなのはなんならレオの方のが多分大きいだろうっていうんかそういう風にも感じられるからなおさらそれを隠すために隠すというかう、ねうん、学校に通うことで出てくるそういう 社会的な客観性じゃないけど、うん、状況を見て今自分たちはどう見られてるのかっていうのがなんとなくこう見えてきちゃった時にレオの方が何かこう変わろうとしてしまったというかねしてしまったねうんうん、うん、何を押そうと思ってたんだかな <laughs> えーっとあはいいきますはい、はい、宇宙猛的推しポイントその2 やっぱりパーソナルな物語を語ることが一番人を感動させると思いました。うん、うん。まあ今の時代そういうことにもなってくるのかなって思うんだけど。うん。あとはその怪物との比較で言うと、はい。うん。キワ<さ>ね、やっぱりそこから私はそういう視点から入って見てるんだけど。はいはいはい。まあうん似てるところはすごく多くてやっぱり。 うん、でもやっぱ決定的に違うのはその怪物は外から撮ったものでうん、うん、この映画は内側から撮ってるなっていうので<ー>もう怪物はその枠、ね、枠がとにかく面白くて重要な話で、うんうん、でこっちの映画は本当その、うん、個人の内側にあるすごく 深くに埋もれている何かを引き出すための映画っていう感じ、ねうんうん、もう完全にそこが違うなっていうのは思ってて、ねうん、怪物はすごく面白かったけどで同じぐらいの年の男の子たちの同じような関係性の話なんだけどもう、うん、画面の外ににじみ出てくるメッセージが全く違うので、うんうん、確かにこの映画もすごく美しくて、うん、その少年2人が遊んでるところとかは。 すごい美しい絵作りで、うん、なんかこう大人が踏み込めない神秘的な世界のように見える時もあるんだけど、うん、なんかちゃんとその後に現実に踏み込んでいくっていうか彼らの彼ら自身がどう行動してどういう影響を外から受けてどういう傷を受けていくかみたいななんかやっぱそこにフォーカス当ててるんで。うん <laughs> やっぱ怪物はそこまでいかずにもっとその枠の面白さっていうか大人がそれに対してどう思うかっていうことの問題提起っていうか子どもたちはもう本当にそういう大人がどう思うかの要素の一つになってるというか、うんうん、大人たちに気づきを与えるための要素の一つっていう感じなんですけど。うん、うん これは本当にだから全然見てる場所が全然違うなっていう感じでだからそのやっぱり監督の幼少期の話だったりとか、うん、そうだねこの作品もまあガールもそうだって書いてあ,、うん、いてありましたねクロスもね。でだからその監督が幼少期、まあ、子どもの頃成長の過程で受けた影響とかそこから生じた痛みとか。 つらか,かったこととかっていうことがベースになっててこれはそのイン、うん、ファンのドのインタビューですごく丁寧にいろんなことに触れて書いてあるんですけどわ、うん、かりやすく彼自身がそのやっぱり自分の言葉でそういうことのすべてを説明できるっていうことが、うんうん、やっぱり映画をこうデザインしていく時にすごく大事な要素だなっていう、うん、なんかその細かいディティールにそういうものって宿るなっていうのはすごく思って。 たたりししま何、ねうん、か,なんか、うん、これこれ田さんは、うん、そういう,こう性的マイノリティの当事者とかではないと思うんですよね、うん、だからうん、うん、まあだからそういう映画を作っちゃいけないってことはもちろんなくうん、うん、あのな,なくその今回今回というか怪物を作るにあたって、うん、いろんなことを勉強したりいろんな人の話を聞いたりしたっていうのはこう。うんこう あのインタビューとかでも書いてあったんだけど、うん、まあでもやっぱそうやってこう後から勉強外から勉強する、うん、して、まあ、もちろん分かろうとすることはすごく大事なんだけど、うん、でもそういう目線の映画とそうじゃなくて今回のクロースみたいに、うん、やっぱ自分の見てきたもの、うん、自分の感じてきたことっていうのを描いてるっていうことのやっぱり 見え方っっていうのは、うん、映画となった時に、ね、アウトプットの仕方だったりとか、うん、感じ方っていうのは全然やっぱり違ってくるよね。ねそうだからそれが別に何ていうか自分の何でもかんでも自分が経験したことだけを物語にすべきだっていうもの <laughs> 話では全くもちろんないんだけどやっぱそのかんなんていうんですかねやっぱ見る人に何を与えるかっていうかどういう。 ものを与えるかっていうところで見るとやっぱりその自分の物語を書いた時のそのなんていうか重さっていうのはつえ、うん、なっていうそうねだから難しいよね、うん、じゃあどうしたらいいんだろうねうんなんかやっぱりその面白い映画が撮りたかったんだと思うんですよね怪物チームは <laughs> これ面白いじゃんってなったんだと思うんですよで。うん で坂,坂本龍二の映画って超面白いけどなんかなんて言うんですかねうーんちょっとうまく言葉に言えないけどんなんか映画としてすげえ面白いじゃんっていうことがあるんだと思うんだよななんか坂本龍二の脚本とかもなんかそのこれを映画にするって面白くないみたいなうそういうテーマがすごいあるような気がするっていうか。 うん、これを物語にするこの人たちの関係性を物語にするってすごい面白そうじゃんみたいな。でなんかそういうことからリサーチをして、うん、その特定の人にを完全にイメージして作っていくっていうだから自分じゃないんですよね多分あの人も描くときに、うん、自分のことは描かないっていうかで是枝さんもやっぱり面白い映画っていうものを撮る力がすごいあるからその技術を使うために 勉強していくみたいな感じなのかなとか思って、うん、じゃあ職業病ってことででいいですか、うん、そうね <laughs> だからまあ面白い映画を撮りたいって思うのは当然だしだからああいうん、あの人たちが作る超面白い作品を私たちは享受できるわけなんだけど、うん、だから撮っちゃいけないんじゃない,ないんだけど、まあ、映画としての、うん、意味っていうか。 だからこうなってくるとあの映画は何が言いたかったんだろうってすごい思ってくるっていうか <laughs> なんかやっぱなんだろうやこうなってくるとっていうそだからだからやっぱあの映画は大人に向けてるんだよなっていうその大人たちが子供たちを勝手に自分たちの分かりやすい形に押し込んじゃダメだよっていうなんか見えてるものだけじゃないものがあるんだよ 実は彼らにはこういう私たちが知らない関係性を持ってて彼らは彼らでそれを順調にゆっくりと2人だけで育んでいけばいいものに大人が介入する必要ありませんみたいななんかそういうなんか大人に向けたメッセージみたいな感じはするんだけどうん、うんうん、だからなんかそれはそれですごくまいい意味があると思うんだけどだからそれにしちゃそのそういう。 そういうい性的マイノリティの子を扱うっていうことはそれでよかったのかっていうなんかまあそういう議論ではあると思うんだけど怪物の話はいいんですけども <laughs> 比較するとすごく <laughs> いいんですよそういい <laughs> そう比較するとすごくだからまあ分かりやすいというかあの対比が、うん、対比によって見えてくるっていう,そう,そうだから。 自分があの映画を見た時に感じた後の感触とこの映画見た後の感触がやっぱまるで違うなっていうのはすごく感じ感じたはい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 まあこの映画良かったということでよろしいですか怪物怪物も良かったんですよ怪物も良かったしこれも良かったんだけど同じような男の子たちを扱っているものとしてあの出してるメッセージが全然違うなっていうはいはいはい では、はい、三田村千春的推しポイントその2「ラストカットのレオの瞳だけでも見に行く価値あり」はいまあ、これはね、うん、もう完全にどっかの、えー、どっかに書いてあった見出しをパクっただけなんですけど、うん、そうですかバラしますけど <laughs> はいほんにそうでしたもうあのラストカットがもう素晴らしくてうん ラストカットのあのレオの表情えー、瞳間合い、うん、最高ですていうかもうあのレオの、うん、レオ役のこの顔が良すぎるそうですねあの顔イケメンっていうだけではなく、うん、なんかこう少年としての何かすべてを持っているというか、うんうん なんかそのクラスメートに女男とかってからかわれて、うん、最初はねでもそれがすごいわかるぐらい中性的な最初はねすごく中性的に美しさを持つ男の子っていう感じの雰囲気で最初出てくる。それれがだんだんん映画進むにつれて なんかこう体つきとかも結構男らしくなってきちゃうっていうなんかホッケーとかね、うん、かそうそうそうやったり家族のお手伝いをしたりとかして、ね、まあどんどん成長していくんだけど、うん、なんかそういうのもちょっと切ないなと思ったりとかして、うんうん、すごくだからねなんていうか美しししい男の子ででたたよねでしたねうん、うん、このラストカットが最高でしたね。うん 泣けるなねそうこのレミ役もねレミ役の子も脳年レナちゃんに似てるなって思いながら見てましたけどああー <laughs> いやまあまあ言ってることわかるね <laughs> なんかねそうこの子もすごい可愛くてそううんそうですねうん。 女2人の妄想、この映画に関する女2人の勝手な妄想を繰り広げようというコーナーです。はい、もう最近妄想ばっかりしてます。はい、そうですね。そんな気がしますが、はいえー、今日の妄想テーマはこちら。レオとレミのクラスメイトだったら、彼らにどう声をかけますか？まあ、自分のね。記憶とも重なるなんていうことも言いました。けれども、うん、もし自分があの場にいたら。はい うん、どうするっていうことですけどでもこれさ、うん、今の自分の脳みそで戻るのか、はい、自分もその当時の自分になるのかによって全然違うと思うんだけどそれは今だったら何て言うかといろいろと配慮はできるまあね大人同士だったら、うん、もうちょっとなんか。 配慮ができるし、なんかそれをお互いにねここまではクラスメートとして共有しますけどここから先はそれぞれですっていうのが、うん、なんか大人同士だとしたら、うん、大人のクラスだったらありますけどね。うんうん、ああまあ例えば同じ会社の同じフロアとかにいたとしたら。 まあそうね,ねであの映画の中で最初に女の子たちが「二人は付き合ってるの?」とか言って言うじゃないですか、うん、だからあそこすごい絶妙な感じだなって思ってうん、うん、あれって男女の仲良しにも言うよねって思って言うねなんかめっちゃ仲良くない二人付き合ってんのクスクスみたいなのは普通に、うん あるとと思思うんだよなぁと思って、うん、でもそれがきっかけでやっぱその2人は仲良くなくなるみたいなこともよくあるじゃないですか<ー>。<laughs> 普通に近所だったから遊んでたし登下、うん、校も一緒にしてたけどえなんかこれが付き合ってるっていうふうに言われちゃうんだったらなんか仲良くすんのやめようかなみたいなことはなんかありそう。うんうん、でも片方は本当に好きだったみたいなね。 男女だとそういう描かれ方とかはよく見たりしますよね。でもその、うん、それが同性に対してのその付き合ってるのっていうのって、うん、全く同じニュアンスなのかっていうとちょっと違う気がするんだよね。うんうん、あの女ののの子たちのあの感じは まあでもそんなになんか珍しいこととして言ってる感じがしなかったっていうかああまああんまりそうそのなんかこう、うん、嫌な感じはなえ男同士なのにそんなに仲いいのみたいな発言があるわけじゃないから別にいいんだけどさ二人が仲いいんだったらみたいなどっちだろうなねでそれもわかんない感じし完,、うん、完全なピュアではないとは思うまあまあまあもちろんねでもやっぱり女の子ってうん、うん やっぱ、まあ、そのメールにもあったけどやっぱ女の子同士って結構それぐらいの接触は友達同士もしたりするからうん、うん、その男のなんていうかそんなに不思議にも思わないっていうか、うん、その見慣れてるっていうか同性同士で肩に頭を乗っけるとかは、うんうん、その少年たちに比べたら。うん まだこう免疫があるっていうかなのかなとか思うけどうん、うん、その完全にピュア、うん、フラットに聞いてるっていうだけではないと思うやっぱりあの女の子たちが同じく女の子にそういうことは聞かないですからねやっぱ男の子同士だったらちょっとやっぱ不思議に思ってるっていう感じはあるますもんねあれはね、うん、あのニュアンスっていうのはだからどうっていうことまでは 言わないけど気持ち悪いとかいうニュアンスではないうん、うん、ないんですよね、うんうん、ちょっと珍しがってるみたいな感じはやっぱあるっていう、うんうん、でその後別にそのいじめられるとかじゃなくて、うん、まあみんなで話したりとか、まあ、レミもレアもしてるじゃないですかそうだねかう、うんまあ、だからそのちょっとした興味本位の質問みたいな うん、うん、ものがきっかけになっちゃってるというそこもまただ,だかこの映画のすごく複雑なところっていうかなんか決定的ないじめがあるわけじゃなくって、うん、そうだねうまあ男の子たちもさ、うん、別にハブるわけじゃないもんねそうなんですよね、うん、最初になんかこうレオのことからかうけどまあまだじゃれ合いっていうかその程度っていう感じではあって、うん、そうかだからレオがうん、うん 過剰にこう反応してるっていうか、うん、んびっくりしちゃったんでしょうね。う多分。だから、え、レンはどう思われるのみたいなどういう。どういう認識あったのかな。本当に、うん、親友って多分思ってたんだ、うん。だから、そのそれは怪物の時にも話して。うん みたいにあの年の子でまだそこまではっきり多分分けてないと思うんですよねでもしかしたら女の子にまだ恋がしたことがないかもしれないしこれから先もすることないかもしれないけどだからその段階では、うん、そういうふうに誰かに対して恋愛感情を抱いたことがないような段階の子で一番仲いいのがレミだったみたいな。まあこ,れね、これがだから、うん、性的に好き ということなのかどうかっていう問いを今し始めたとかもしれないです。だからそのうん劇中ででもなんかそのそうっすよねいやだからあの関係は何だったんだろうっていう風に最後、うん、だからレオは失ってみてわかなんか感じってるっていうかうんなんか私はどっちかっていうとなんか恋愛というよりかその家族を失ったみたいな感覚かなって。 と思ったこの映画を見る限りでは弟を失ったような感じっていうか自分にとって一番大切っていうか一番身近な人だったはず一番お兄ちゃんよりも実の兄よりも身近だった存在っていうだからそれが恋愛なのか友情なのか家族なのかっていうことまでは考えたことがなかったんじゃないかなそうかそうか。 っていうその段階の子たちなんじゃないかなとは思ったんですよね。その感じっていうののはレ,、うん、レミも同じ感じ感なのかなかっていうふうに見えますよね。でだからレミは単に大好きなレオに拒絶されてるっていうそのショックうん、うん、でやっぱ彼はすごくナイーブな子だから、まあ、その発表会前は全然寝れないとか。 うん、なんかこうみんながいる前で暴れ出してしまうとか、うん、なんかそういう時に感情をコントロールしてあげてるのがレオっていう感じじゃないですか一緒に息を吸ってあげたりとかあとは「レミア暴れんのやめろ」って言ったりとかなんかそういう風にして育ってきたっていうところを見るとなんか兄弟に違いかなっていう、うん、うん、うには思ったんですけどね。 なんかもしかしたらレミの方が少し精神的に大人でなんか逆にねなんかそうもしかして自分はそういう思考なんじゃないかっていうのを思もう分かってたっていうのも一個あるかなって思ってのだからこそそれ。 に対して受け入れきれなかった部分もあっているのかもしれないし。うん、そうですよね。で,でレ<ミ>も、うんうん、レミの方はそういう、あのー。自分を否定したりとか、せずにね。うん、<の>そう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 、うん。それで自分を変えたり、否定したりしないで。いるっていう。だから、もう受け入れてるところはあったのかもしれないですもんね。そういうものはね。 うん、もしかしたらこう自分は他の男の子とは違うんだろうなって思ってそれを受け入れるというかねうんうんうん、うん、でもやっぱり一番好きな人に拒絶されるんだっていう、うんうん、そうねそうですねうん、うん、まあちょっと今日はネタバレも ガンガンしてる気がしますがどうなりますどうなのかなどうなんだろうどの部分をねね、まあ、まあ大丈夫かそうですねだからねだからその割とだからレオのなんていうか心情のこう変化の物語だからそうかうん。っていうような描かれ方だと思うんでまあ後半のそのレオがどう向き合っていくかうん、うん っていうそこにもすごく物語の要素があるそうだねああののお母さんととねねれかちょっとテーマに一瞬戻ると、はい、どう声をかけるっていううんだから何ですかね私とりあえずは仲良くはなってないと思うんですねあねクラスメイトとして。 彼らとね別にそのわざわざ友達になろうって、まあ、何かきっかけがない限りだからそれこそその監督も本の中で書いてあったけど、うん、やっぱ男の子は男の子同士で見れる女の子は女の子同士で見れる<ー>だから私ももう漏れなくやっぱりそういう中で生きてきたので、うんうん、男わざわざレミとレオに最初の時点では声をかけに行こうとはしないと思うんですよ。 まあ、なんかちょっと不思議には思うような立場のうちの一人かもしんないっていうのはある、うん、ででもだからその最後最後の「レオになんて声何かだから「あこれもネタバレか」ねだから <laughs> <laughs> なんかあの <coughs> その苦しんでるレオに対してどういう態度をとるかなっていうのはちょっと考えたいなと思ったんだけど<ー>確かにネタバレですね。うう、ね、ううんうんうん、うん,うん、うん どうです見てもらうんはそうだよねだからそう、うん、私もでもまあそうだよねうん見守るまあねってなっちゃうよねでもそれもなんか、うん、よくないのかなでもまあ確かに、うん、私そのレミは仲良くなる可能性あるなって思ったああ、うん、か女の子と仲良くしてたよね仲良くしてましたよね,ねそうでなんかか話しかけたら あの女の子と同じテンションで答えてくれそうってレミの方がねそうレオは若干やっぱり男子ノリを身につけてきちゃってるからなんか話しかけたらすごいうるさいテンションで返されそうとか思って話かけない可能性もあるそうね普通に化粧むかしてとか教科書見してとか言えるよねレミはね。レミはねなんか 音楽の話とかねできそうな気がする。ああだからレミと、うん、まあ普通なんていうか少し仲良くなって、うん、あのひ悲劇がなんとか止められないかなっていう。うん、でねレオって実は、うん、みたいな今見てたよとかそういうのあれですねなんか女友達みたいな。<laughs> そうそうそう。<laughs> そうね、今見てたよ。今見て、ね、なんか <laughs>。 ちょっとなんか <laughs> 気にしてたよ <laughs> そうそうそう,そう <laughs> 私が聞いてこっか <laughs> <laughs> 本当はあんなこと思ってないって言ってたよ見せてこっかとかそれはいいかもいいかもでも地味にそれだ <laughs> <laughs> それだ <laughs> <laughs> それだわくっつける <laughs> ちゃんと <laughs> <laughs> 喧嘩しないのとか言ってまあでもう、うん、あだからそのなんか男の子のレオはそういう男の子の関係性の中にこう飲み込まれていくんですけどなんかその辺の話とかもすごく奥深いなって思って、うんうん、ちょっとそれめちゃくちゃ自然なことなんだよな。うん っていう話は裏ですか。そう、その方、なんか長くなりそう。そうですね。ね裏でしましょう。ぜひ来てください。うん、じゃあ、えー、エンディングいきます。はい。 女二人映画の話なんかこの監督がさ、うん、なんかこう演出をつけるときに、はい、その振り付けみたいな感じで,<ー>で書いたのはすごい印象的だった。 うん、あ見てみたいと思ったその演出してるところかもともとガールはねダンサーの話でしたけど監督もダンスをやってたんですよね、えー、バレエかなていうこともあってそういう身体的な,なんかこう感覚がすごくこう優れてるのかなと思ったり。 割とその、まあ、レミとレオもそうだしその家族もそうだしあとはレオのやるアイスホッケーだったりとか、うん、男の子同士のスポーツだったりもそうなんだけど、うん、割とそのだからフィジカルの接触が強めっていうかこの映画はみんな、うんうん、強めにぶつかっていくみんなっていう身体的なぶつかり合いがその辺はちょっと印象的ではあったかも。 うんえっととってもいい映画でございましたいい映画でしたぜひ見てほしいですねうん夏の間にぜひそうですねはい夏ってそう子供の頃の記憶呼び起こされやすいですからねそうねなんだろうね何すかねやっぱんかやっぱ体のその暑いしんどいみたいな体と一緒にこう刻まれるからかなうんそういうのもあるかも うん、うん、はい、ではえっ、ー、と次回の話をします。はい、来週8月3日に扱う作品は？宮崎駿監督君たちはどう？生きるかはい。これあの映画館の予定を見たらめちゃくちゃやってますね。開始、はい、<数>じゃあみんな見れますねね。うん、もうみんな見てるでしょう。 そうですね話題ですからねはい、あ、みんなもう語りたいけど語れないみたいな感じの空気が出てますどうなんですかねかネタバレというかどのくらいなんか本当に何にも言えないみたいな空気あるじゃんえあらすじとかもないんですかない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 <ー>し誰が出てるかも出てないの確かにだから音楽米津玄師さんな何だっけ菅田将暉あいみょん が声なんかそういう情報は見ましたあいみょんも知らなかったねえだからそれもチラッとニュースで見たぐらいなんですけど、うん、でも夏ってなんかなジブリといえば夏夏といえばジブリは私の中で結構あるかもあ本ほ、うんとまあでも確かに子供が見るというふうに考えると夏休みっていうことなのかな、うんね、まあでもトトロとかも夏の映画だもんねうんとかなんか「千と千尋の神隠し」とかそうかそうかうん 風立ちぬとかなんか夏のイメージすごいある。うん,うん。この映画も夏なんでしょうか。ね。でしょうか。何もわからない。はい。ということで来週見て、はいえー、話したいと思います。はい。そして、えー、再来週8月10日に配信分の回なんですけど、うん、えっと、はい、お休みをしようかなと思って、まあお休みというかこの回の分を生配信。うん でやろうということで。はい、なので、8月10日じゃなくて、12日土曜日に生配信でやるよということですね。はいそうです、ねはい、なので、10日の通常配信はありません。ということです。はい、えなのでぜひ生配信見てください。はい、はい、この番組ではあなたからの感想やご意見をお待ちしています。 この作品を扱ってほしいなどのリクエストも大歓迎ですし過去回の感想はいつでもお気軽に送ってくださいメールを採用させていただいた方には二人の話ステッカーをお送りしますので住所と本名も忘れずに書いてください、えー、メールアドレスは二人の話アットマーク Gmail.com ですあの生配信のね、うん、あのメールもお待ちしてますはい夏と映画と私、うん、ということでお待ちしてますは この番組はポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ。YouTube の方はコメントやチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。えー、そして Twitter、Instagram やっておりますのでアカウントフォローお願いします。また、感想やご意見は「ハッシュタグ二人の話」をつけてぜひとしとつぶやいてください。そしてこの本編と合わせてさらにしゃべり足りないことを女二人映画裏の話としてしゃべっています。こちらは女二人映画の話の,の。 映画裏の話のノートにて音声配信中で一つ100円で購入していただくと聞くことができます今週はクロースのネタバレありのさらにの話のトークをお送りしますぜひ聞いてみてくださいはいじゃあお知らせ、はい、まおちゃんどうぞはいえー、と私はですね7月30日に新大都でライブしますそして三田村さんと9月18日ライブありますんで、うん、ぜひ遊びに来てくださいはいはい 私、三田村チュアルは、えー、10月、えー、10周年記念のワンマンライブがあります。10月15日、うん、日曜日が、えー、地元、岐阜そして、えー、10月21日土曜日が東京・下北沢アドリフトということで、えー、岐阜はバンドセットそして東京は昼公演が弾き語り夜公演がバンドセットということで、えー、やりますのでワンマンライブぜひ見に来てください。うん はい。あと9月18日真央ちゃんと吉祥寺でライブします、はい、ということで来週も木曜夜8時に配信ですぜひ聞いてくださいここまでのお相手は三田村千春と宇宙真央でしたさよなら